はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2022年4月の6日水曜日、現在時刻が18時44分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。それでは今日のマーケットを見ていきたいと思いますが、まず本日の東京株式市場、日経平均株価3営業日ぶりに反落いたしました。日経平均株価今日は437円安でした。大きく下がりました。 1.58% の下落です。終値は 27,350 円で取引を終えました。トピックスですが、こちらは昨日も下がっておりましたので続落となりました。 26.21 ポイント下がりました。 1.34% の下落です。6日の東京株式市場、日経平均株価ですが3営業日ぶりに反落となりました。昨夜のアメリカ株式市場が主要3指数が揃って大きく値下がりしたこと、そしてアメリカの10年債国債長期金利、こちらが急騰しております。この流れを受けまして東京株式市場は運用リスクを避ける動きが続いております。グロース株ですね、成長株をはじめとした幅広い銘柄に売りが出ました。今日の東京株式市場ですけれども500円をね、日経平均超える下げる場面もありました。金融引き締めにですね、慎重なハト派として知られております FRB 米連邦準備理事会のですね、ブレイナード理事が5日の講演で量的引き締め QT ですね、いわゆる QT を5月にも急ピッチに始める見通しを示したことがですね、これが株価原因、アメリカ株式市場の株価原因となりました。それを受けましてですね、アメリカの長期金利ですね、こちらが急上昇しております。東京市場もですね、割高感が意識しやすい高 PR ですね、株価収益率の高い銘柄を中心にですね、売りが膨らみました。値傘のハイテク株などがね、大幅安となりました。日経平均がね、これによって押し下げられましたね。日本時間の未明ですね、本日の未明にですね、7日の早朝になるんですけども、FRB がですね、利上げを決めた3月開催分の FOMC ですね、米連邦公開市場委員会の議事要旨をね、本日公表いたします。今夜というか、日付が変わった段階でね、公表いたします。で、アメリカの金融政策への関心が改めて高まっている中、QT への具体的な言及などがあればですね、アメリカの株式市場の方がまずですね、一段の重荷となりやすいというところ、まあ、こういう懸念もありましてですね、東京株式市場も投資家心理が弱気に傾いているというところでございます。本日の東証プライムの売買代金ですけれども2兆7911億円でした。で、東証プライムの値下がり銘柄数がですね、1545と全体の8割がね、今日は、ね、値下がりとなってしまいました。値上がりは259、変わらずある35銘柄だったということですね。まあ、ほぼ本日の東京株式市場全面安の展開となったわけなんですけれども、まあ、この、ね、一つの引き金となりました。こちらですね、ブレイナード理事なんですけども、5月にもバランスシートを急速に縮小を開始するということをね、こちらがですね、言ったことによってですね、マーケット大きくね、下がってしまいますね、株式市場ですね。ブレイナード理事、女性の、ね、方なんですけども、ブレイナード理事ですけども、これまでですね、ハト派として知られておりまして、マーケットに対しては非常にね、まあ、柔らかい物腰でですね、まあ、タカ派とハト派があるんですけども、ハト派という方はですね、まあ、非常にこうマーケットに対してこう、まあ、比較的にこうマーケットに親しみやすい形で接してくれるということで、ハト派と言われてるんですけども、これまでね、ハト派だったんですけども、ハト派であるブレイナード理事がですね、5月にもこのね、バランスシート、また QT ですね、こちらをね、急ぐということを言っていることにおりましてですね、まあ、大きくね、影響を受けております。FRB のブレイナード理事ですけれども、インフレ圧力を低下させる取り組みは最優先だといたしまして、利上げを着実に進める一方で、バランスシートの縮小を来月にもね、開始する意向を示したということですね。まあ、これによってですね、この発言によってアメリカの10年債国債長期金利ですね、こちらがね、急上昇しております。10年債国債長期金利ですけど、現在 2.616% ですね、昨夜の段階からですね、これが急上昇してるんですよね。ここまで上がってきました10年債国債長期金利、こういうこともありましてですね、昨夜のアメリカ株式市場なんですが、こちらもね、大きく値下がりいたしました。ニューヨークダウは280ドル安でしたね。 0.80% 下落、まあ、特に、ね、下落きつかったのはナスダックですね。328ポイント下がりました。実に 2.26% とですね、大きく下がりました。ハイテク株比率の高いナスダックがね、やっぱりね、影響を受けやすいというところですね。
昨夜のアメリカ株式市場なんですけども、こちらもですね、積極的に金融引き締めをね、が積極的な金融引き締めが行われるという観測が広がったということ、そしてアメリカの長期金利、こちらがですね、現在3年ぶりの、ね、高水準ですね。長期金利こちらは実に3年ぶりのね、今この 2.616% で3年ぶりの高水準ということもありますね。まあ、これを受けまして、ナスダックがまあ特にね大きな下落となっているというところですね。これヒートマップで見ていきますと、ご覧のようにですね、アメリカの株式市場ですがね、真っ赤ですね。上のテック関連銘柄で見ていきますと、マイクロソフト 1.30% 下落、アップル 1.89% 下落、グーグル 1.80% 下落、フェイスブック、メタは 0.88%、 フェイスブックは意外と小幅でしたけども、アマゾンが 2.55% 下落とですね、ガーファムは、揃ってね下落ですね。でテスラですね、テスラ自動車実に 4.73% と大きく下がりました。半導体の NVIDIA に関しましては実に 5.22% でですね、大きく下がりましたね。やっぱりテック関連がですね大きくね値下がりしてるかなというね印象を受けますね。まあ、このようなアメリカ株式市場なんですけども、まあ、金融引き締めがですねアメリカ景気の、ね、を冷やすというね懸念で相場の重みとなっているというところでございます。それでは今度はね仮想通貨のを見ていきたいと思うんですけども、こちらも同様にですね値下がりしております。18時50分現在ですが、ビットコインの価格現在 45,256 ドルですね。イーサリアム3,339 ドルという価格ですね、値下がりしております。ご覧のように仮想通貨のヒートマップですね、真っ赤ですね。まあ、一部ステーブルコインがですね、緑になっておりますが、まあ、それ以外はですね主要通貨そして、アルトコインも ね売られている状況ですね。現在ビットコインですが、価格見ていきますと、日本円で言いますと561万円ですね、561万円、 2.79% 昨日と比べると下落しております。イーサリアムは現在41万4000円、 4.90% 下落とですね、ちょっとね主要通貨下落の幅がね大きくなっております。こちらもですね、リスク回避の動きですね、ビットコイン相場にもね波及しているということですね。このリスク回避の動きですけども、まあ、これもですねハトハトと知られている FRB のねブレーナード理事がですねバランスシートについてインフレをね抑えるための急ピッチな資産圧縮の必要を言及したということですね。こちらのブレーナード理事の発言がですね、やはりですねこちらは株式だけではなく仮想通貨の方にもですね、大きな影響を及ぼしているというところでございます。それによってですね、仮想通貨市場も今リスクがね、取りにくい動きというところとなっているというところですね。でこれによってアメリカ時間、昨夜のアメリカ時間からですね、ビットコイン売られております。ビットコインですけれども、リスク回避の売りが広がっているというところで、まあ、一段安となっておりまして、今日の、ね、午前8時から9時にかけてまた一段安となったというところですね。昨日の高値からですね、まあ、現在今4万4000ドルまで一時に、ね、下げる場面もありましたね。まあ、現在また4万5000ドルと少し戻してきたんですが、昨日の夜からですね、まあ、本日にかけて仮想通貨、まあ、特にビットコインに売られているというところですね。まあ、イーサリアムも同様、アルトコインも同様に売られているというところでございます。このようにですね、今まだ再びこのアメリカのですね金融政策をめぐってですね非常にこう警戒感が出ているというところですね。それによって今急上昇しております10年債国債長期金利なんですけれども、まあね、今 2.622% ぐらいはいるんですけども、アメリカの この国債利回りが一段と、ね、上昇しているというので10年債は 2.59% まで位置につきました。これも、ね、FRB 理事ブレーナード理事の、ね、発言を受けてというところですね。まあ、こういう感じでですね、アジア時間の6日の取引で10年債国債利回りがですね5ベーシスポイント上昇して 0.01% で、ね、上昇して 2.59% まで、ね、つけました。現在またこれより高く 2.62% 高くなっているんですけども、で2年債国債と5年債利回りもですねこちらも6ベーシスポイント上げてそれぞれ 2.58% と 2.75% に達したということでですね、まあ、全てのですね国債の利回りが、ね、上昇しているというところですね。
またオーストラリアの方なんですけども、こちらも10年債国債回りが11ベーシスポイント実に上昇してまして 2.97% と5年ぶりの高水準を記録しているということですね。まあ、このように、各国でですね、国債の利回りが上昇しているというところがありますね。まあ、ここがですね、インフレを、ね、抑えるためにこういうふうな政策を、ね、取ることによって国債の利回りも上昇するんですけれども、これは非常にですね、特にテック関連銘柄に対してはですね、ネガティブな影響を与えやすい、株価収益率の高い銘柄ですねには、影響を受けやすいというところがあるんですけれども、この、ね、長期金利の上昇、ここは非常に警戒すべきポイントだと思われますね。特にこの、ね、テック関連銘柄、ご覧のようにですね、この、上がテック関連銘柄ですが、アメリカ株式市場ですね、非常に売られました。で、本日の東京株式市場もですね、売られたというところで、現在のですね、アメリカの先物の方を見ていきたいと思うんですが、先物の CME のダウの先物ですが、18時55分現在270ドル安になってますね。CME のナスダックの100先物も120ポイント安とですね、今先物も今売られている状況ですよね。このようにちょっとですね、アメリカの金融政策をめぐりまして、今非常にですね、警戒すべきポイントではないかなと思いますのでですね。あと為替の方なんですけども、為替もですね、今急速にドルがね、買われております。現在18時55分現在123円と804円とですね、また1円ぐらい、ドル高になってきましたね。123円と804円とですね、ドルが上昇しております。非常にですね、マーケット動きやすい状況ですので、金融政策、そして、ウクライナ情勢、いろいろですね、不透明な要素がある中ではありますので、こういうふうな、ね、状況を見極めながらですね、投資されている方は慎重にやっていただければと思います。はい、以上、本日は2022年4月の6日水曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。